ニコライ・ゴーゴリ平井一役該当ある賞のある曲にしかし何曲とはっきり言わない方がいいだろう押しなべて官房とか連帯とか事務局とか一口に言えば あらゆる役人階級ほど怒りっぽいものはないからである今日では総じて自分一個が侮辱されても何度やその社会全体が侮辱されてもしたように思い込む癖があるつい最近にもどこの市だったかしかとは覚えていないが去る警察署長から上申書が提出されてその中には国家の異例が期待に瀕していること 警察署長という神聖な肩書きがむやみに乱用されていることなどが明記されていたそうであるしかもその証拠だといって普段の上審書には一編の小説めいたはなはだしく膨大な十作が添えてありその十ページごとに警察署長が登場するばかりかところによってはヘベレけに泥酔した姿を表しているとのことであるそんな次第で いろんな面白からぬことを避けるためには便宜上この問題の局をただある局というだけにとどめておくにしくはないだろうさてそのある局に一人の管理が務めていた管理といったところで大して立派な役柄のものではなかった背丈がチンチクリンで顔には薄あばたがあり髪の毛は赤茶け それに目がしょぼしょぼしていて額が少し剥げ上がり頬の両側には小じわが寄ってどうもその顔色はいわゆる地持ちらしいしかしこれはどうも仕方がない罪はペテルブルグの気候にあるのだから関東に至ってはそれというのも我が国では何はさて関東を第一にご披露しなければならないからであるが いわゆる万年給等管というやつでこれは知っての通り噛みつくこともできない相手をやり込めるというまことに結構な習慣を持つ凡脈の分子連から存分に愚弄されたり冷やかされたりしてきた関東であるこの管理の姓は「マチキ金」と言ったこの名前そのものからそれがク、タング靴」に由来するものであることは明らかであるが しかしいついかなる時代にどんなふうにしてその姓がバシマク、タングツという言葉から出たものか、それは皆目わからない。父も祖父も天津さえ義兄弟まで、つまりバシマチキン一族のものといえばみんながみんな一人残らず長靴を用いており、そこ側は年、ね、日本の三度ぐらいしか張り替えなかった。彼のお名はアカ赤キー・アカーキエウェッチといった。 あるいは読者はこの名前をいささか奇妙なわざとらしいものに思われるかもしれないがしかしこの名前は決してことさらえりこのんだものではなくどうしてもこうより他に名前の付けようがなかった事情が自然とそこに生じたからだと断言することができるつまりそれはこういうわけであるアカーキー・アカーキーエヴッチは私の記憶にして間違いなければ 三月二十三日の進行に生まれた今は亡きそのお袋というのは管理の細君でひどく気立ての優しい女であったがしかるべく赤ん坊に洗礼を施そうと考えたお袋はまだ戸口に向かい合った寝台に伏せっておりその右手にはイワン・イワーノビチエローシキンといって当時元老院の子産事務官であった この上もなく立派な人物が恐怖として控えており、また恐怖としては、区の警察署長の細君で、アリーナ・セミオノビナ・ベロビニューシコワという世にも珍しい善良恩惨な夫人が佇んでいた。そこで散布に向かって、モーキーとするか、ソッシーとするか、それとも殉教者・ホザザートの名にちなんで命名するか、 とにかくこの3つのうちどれか好きな名前を選ぶようにと申し出たまあ嫌だと今は亡きその女は考えた変な名前ばっかりだわで人々は彼女の気に入るようにと暦の別の箇所をめくったするとまたもや3つの名前が出たトリフィーリーにドーラにワラ・ハーシーというのである まあこれこそ天罰だわ」とあのばあさんは言ったものだ。どれもこれもみんな何なんという名前でしょう。私は本当にそんな名前ってついぞ聞いたこともありませんよ。わらダートとかわルーフとでも言うのならまだしもトリフィーリーだのわらハーシだなんて。そこでまた暦のページをめくると今度はパフシカーヒーにワフチーシーというのが出た。はああもうわかりました。 と婆さんは言った「これがこの子の運命なんでしょうよそんなくらいならいっそのことこの子の父親の名前を取って付けた方がましですわ父親はアカーキーでしたから息子もやはりアカーキーにしておきましょうこんなふうにしてアカーキー・アカーキエウィッチという名前は出来上がったのであるそこで赤ん坊は洗礼を受けたがその時彼はワッと泣き出して あたかも将来給湯官になることを予感でもしたようなしかめ面をした。要するに事の起こりはすべてこんな具合であったのである。こんなことをくだくだしく並べたのもこれが万やむを得ぬ事情から生じたことでどうしても他には名前の付けようがなかったという戦いきさつを読者にとくと了解していただきたいために他ならないのである。 いつどういう時に彼が艦長に入ったのかまた何人が彼を任命したのかその点については誰一人記憶しているものがなかった局長や諸々の課長連が幾人となく更迭しても彼は相も変わらず同じ席で同じ地位で同じ役柄の十年一日のごとき文書係を務めていたのでしまいにはみんなが「 てっきりこの男はちゃんと制服を身につけハゲ頭を振りかざしてすっかり用意をしてこの世へ生まれてきたものに違いないと思い込んでしまったほどである役所では彼に対しては少しの尊敬も払われなかった彼がそばを通っても守衛たちは起立するどころか玄関をたかだかハエでも飛びすぎたくらいにしか思わず彼の方を振り向いてみようともしなかった 課長連は彼に対して妙に冷ややかな圧政的な態度をとったある課長補佐のごときは「聖書してくれたまえ」とか「こいつはなかなか面白いちょっといい書類だよ」とかまたはおよそ礼儀正しい勤め人の間で普通に取り交わされている何かちょっとしたおあいそ一つ言うでもなくいきなり彼の鼻先へ書類を突きつけるのであったすると彼は ちらっと書類の方を見るだけで、一体誰がそれを差し出したのやら、相手に果たしてそうする権利があるのやら、そんなことには一向頓着なくそれを受け取る。受け取ると、早速その書類の写しに取り掛かったものである。若い管理どもは、その俗流的なダジャレの限りを尽くして、彼をからかったり冷やかしたり、彼のいる前で彼についてのいろんなデタラメな作り話をしたものである。 彼のいる下宿の主婦で70にもなる老婆の話を持ち出して、そのおばあさんが彼をいつもぶつのだと言ったり、お二人の婚礼はいつですかと尋ねたり、雪だと言って彼の頭へ髪切れを振りかけたりなどもした。しかし、赤カ赤キエウィッチは、まるで自分の目の前には誰一人いないもののように、そんなことにはうんともすんとも口答え一つしなかった。こんなことは、 彼の執務には一向差し支えなかったのであるそうしたいろんなうるさい邪魔をされながらも彼はただの一つも書類に書き損ないをしなかったただあまりいたずらが過ぎたり仕事をさせまいとして肘をつっついたりされる時は彼は初めて口を開くのである「構わないでください何だってそんなに人をバカにするんです」。 それにしても彼の言葉とその音声とには一種異様な響きがあった。それには何かしら人の心に訴えるものがこもっていたのでつい近頃任命されたばかりの一人の若い男などは見よう見まねでふと彼をからかおうと仕掛けたけれどとむねをつかれたように急にそれを中止したほどでそれ以来この若者の目にはあたかも全てが一変して 前とは全然別ななものにに見えるるようになったくらいである彼がそれまで女債のないよなれた人たちだと思って交際していた同僚たちからある超自然的な力が彼を押しへだててしまったそれから長い間というもの極めて愉快な時にさえもあの「構わないでください何だってそう人をバカにするんです」と胸にしみいるような音を上げた額の剥げ上がった んりな管理の姿が思い出されてならなかったしかもその胸にしみいるような言葉の中から「私だって君の同胞なんだよ」という別な言葉が響いてきたで哀れなこの若者は思わず顔を折ったその後長い生涯の間にも幾度となく人間の内心にはいかに多くの薄情なものがあり 洗練された教養ある女才なさの中に、しかもああ世間で上品な清廉の死と見なされているような人間の内部にすらいかに多くの凶悪な野生が潜んでいるかを見て彼は戦慄を禁じ得なかったものであるこんなに自分の職務を御所を大事に生きてきた人間が果たしてどこにあるだろうか 熱心に勤めていいいいたというだけでは言い足りないそれどころか彼は勤務に熱愛を持っていたのである彼にはこの謝辞という仕事の中に千変万化の楽しい一種の世界が見えていたのである彼の顔にはいつも喜びの色が浮かんでいたある種の文字に至っては非常なお気に入りで そういう文字に出くわすというともう我を忘れてしまいにやにや笑ったり目くばせをしたりおまけに唇までも手伝いに引っ張り出すのでその顔さえ見ていれば彼のペンが書き表しているあらゆる文字をいちいち読み取ることもできそうであったもしも彼の精霊活金に相応した報酬が与えられたとしたら彼自身はびっくり仰天したことであろうけれどおそらく にには干せられていたに違いないたなところが当の彼が勝ち得たところのものは他ならぬ己の同僚たち口さがない連中のい草ではないが胸には年功希少腰には実質に過ぎなかったとはいえ彼に対して何の注意も払われなかったというわけではないある長官は親切な人で彼の長年の精霊に報应がために ありりりきたりの謝辞よりは何かもう少し意義のあるる仕事をさせるようにと命じたそこですでに作成済みの書類の中から他の役所へ送るための一つの報告書を作る仕事が彼に命ぜられたのであるそれは単に表題を書き改めてところどころ動詞を一人称から三人称に置き換えるだけの仕事であったところが彼にはそれがもってのほかの大仕事で すっかり汗だくになり額を吹き吹きと,うとうおしまいにはいやこれより私にはやっぱり何か写し物をさせてくださいと悲鳴を上げてしまったで彼はずっとその時以来愛も変わらぬ必声として残されたのであるどうやら彼にはこの写し物以外には何一つ仕事がなかったもののようである 彼は自分の服装のことなどはまるで心にも留めなかった彼の着ている制服といえば緑色が汗て変な人参にカビが生えたような色をしていたそれに襟が狭くて低かったため彼の首はそれほど長い方ではなかったけれど襟からニュッと抜け出して例の外国人を気取ったロシア人が幾重となく頭に乗せて売り歩く あの石膏細工の首振り猫のように恐ろしく長く見えたそれにまた彼の制服にはいつも決まって何か干し草の切れっ端とか糸くずといったものがこびりついていたおまけに彼は街を歩くのにちょうど窓先からいろんなゴミくずを投げ捨てる時を見計らってその下を通るという妙な癖があったそののためにに彼の帽子には いいいいいつももパンだだのののの皮だのとっっったたろんなくだらなくらが引っかかっていた彼は生まれてこの方ただの一度も日々街中で繰り返されている出来事などには注意を向けたこともなかったが知っての通り彼の同僚の年若い管理などは向こう側の歩道を歩いている人がズボンの裾の留め紐をほころばしているのさえ見逃さないくらい目が速くて そそういいいいったももののをを見つつけるるといつもその顔にずるい薄笑いを浮かべたものであるしアカアキー・アカアキエウェッジは何を見たとしても彼の目にはそうしたものの上になだらかな筆跡で書き上げられた実質の文字より他には映らなかったのである。でもしどこからとも知れずニュッとばかりに馬の鼻面が彼の肩の上へのしかかって。 その鼻口から彼の方にふっと一陣の風でも吹きつけない限り彼は自分が書き物の行の中にいるのではなくて往来の真ん中にいるのだとは気がつかなかったであろう彼は家へ帰ると早速食卓に着き大急ぎでお決まりのシチューをすすり玉ねぎを添えた一切れの牛肉を平らげるが味加減などには一切無頓着でハエであろうが何であろうがその際 食食いい物にに付着ししててるるもののは一緒に食ってしまうのである胃袋が口く,くなり始めたなと気がつくと彼は食卓を離れて墨汁の入った壺を取り出してうちへ持ち帰った書類を書き写しにかかるのであるもしそういったもののない場合には自分の楽しみだけにわざわざ自分のために写本を作る。 それも、その書体の文体が綺麗だからというよりは、誰か新しい人物なり身分の高いお歴歴に当てられたものだと、特にそれを選ぶのであった。ペテルブルグの灰色の空が全く色あせて、すべての役人連中が、もらってる給料なり、命名の志向なりに従って、文相応の食事をたらふく詰め込んだり、また、誰も彼もが、 役所でのペンのきしみやアクセクたる本命や自分のばかりか他人ののっぴきならぬ執務やまたおせっかいな手合いが自分から進んで引き受けるいろんな仕事のあとでほっと一息入れている時役人たちがいそいそとして残りの時間を凶楽に捧げようとして気の利いた男は劇場へ駆けつけある者は街をうろうろしながら女帽子の品定めに時を捧げ夜会に行く者は 小さな管理社会の明星である、どこかの美しい娘にお世辞を使って暇を潰しまたあるものはこれが一番多いのだが安直に自分の仲間のところへ3階か4階にある控え室なり台所なりのついた二間ばかりの部屋で食事や行楽を差し控えて随分高い犠牲の払われたランプなどその他ちょっとした小道具といったようなものを並べて 若干流行ををおうとする色気を見せた住まいへやっていく要するにあらゆる役人どもがそれぞれ自分の同僚の小さな部屋に陣取って三文ビスケットをかじりながらコップからお茶をすすったり長いパイプでタバコの煙を吸い込みながらかるたの札の配られる暇にはいついかなる時にもロシア人にとって避けることのできない 上流社会から出た何かの噂話に花を咲かせたり何も話すことがないとファルコーネの作った記念像の馬の尻尾が何者かに切り落とされたといって担がれたと伝えられているさる司令官の永遠の逸話を蒸し返したりしながらビストに打ち狂じている時要するにこの誰も彼もがひたむきに逸落にふけっている時でさえ赤き赤きウェビッチは 何ら娯楽などに浮き味をやつそうとはしなかったついぞどこかの夜会で彼の姿を見かけたなどということのできるものは誰一人なかった心ゆくまで書き物をすると彼は神様が明日はどんな写し物を下さるだろうかと翌日の日のことを今から楽しみにニコニコ微笑みながら心につくのであった。 このようにして年に400ルーブルの報給に甘んじながら自分の運命に休んずることのできる人間の平和な生活は流れていったそれでこの人生の航路において一人9等間のみならず3等間4等間7等間その他あらゆる分間さては誰に忠告をするでもなく誰から注意を受けるでもないような人たちにすらあまねく降りかかるところの あの様々な不幸さえなかったならば、おそらくこの平和な生活は彼の深い領境に至るまで続いたことであろう。ペテルブルグには年に400ルーブル、またはほぼそれに近い砲儀を取っているあらゆる勤め人にとっての優々しき強敵がある。その強敵というのは他でもない。健康のためにはいいと言われているが、 ああのの厳しい北国の寒さであるちょうど朝の8時から9時頃つまり役所へ出かける人々で街路がいっぱいになる時刻には特にそれが厳しくなり誰かれの容赦なくあらゆる人々の鼻に刺すような痛みを加えるので哀れな子役人などは全く鼻のやり場に講じ果てるのである相当高い地いたる連中ですら この歓気のためには額がうずき、漁の目に涙がにじみ出してくる。その時刻には、哀れな給湯感などは、全く手も足も出ないありさまである。唯一の救いは、薄っぺらな街灯に身をくるみ、できるだけ早く、五つ六つの通りを駆け抜けて、それから守衛室でしこたま足踏みをしながら、途中で凍りついてしまった執務に要する、あらゆる技量や才能が溶け出すのを待つことであった。 アカアキエリッチはできるだけ早くいつも決まった道のりを駆け抜けるように努めていたにもかかわらずいつからともなく背中と肩の辺りがなんだか特にひどくチカチカするように感じだしたついに彼はこれは何か自分の街当のせいではなかろうかと考えたうちで丹念に調べてみるとなるほど23か所つまり背中と両肩のところが まるるで木綿切れののように薄くなっているのを発見したラシャは透けて見えるほど擦り切れ裏地がボロボロになっているところでこの赤き赤きエウィッチの街灯がやはり同僚たちの嘲笑の的になっていたことを知っておかなければならない彼らはそれをまともに街灯とは呼ばないで反転と呼んでいた 実際それは一種ヘンテコなものであった他の部分の次に使われるので襟は年ごとにだんだん小さくなっていったしかもその仕事が裁縫師の技量のほどを表したものでなかったため実に無様な見苦しいものになっていたさて事の次第を確かめるとアカ赤キー・アカキエヴィッチは街灯をペトロービッチのところへ持って行かねばならぬと考えた それはどこかの四階の裏柱を上がったところに住んでいる仕立て屋でめっかちな上に顔中アバタだらけの男であったけれど子役人やその他いろんな得意のズボンや塩尾服の繕い仕事をかなりうまくやっていたと言ってももちろんそれは白らで他に別段何の企らみも抱いていない時に限るのであるこんな仕立て屋のことなどはもちろん多くを語る必要はないのであるが 小説中の人物は残らずその性格をはっきりさせておくのが決まりであるからやむを得ずここでペトロービッチを一応紹介させてもらうことにするはじめ彼は単にグリゴーリーと呼ばれて去る旦那の家の濃度であったが濃度解放少々を握ると同時にペトロービッチと自ら名乗りしたたか酒を飲むようになったそれも最初のうちは 大祭日に限られていたが、後には暦に十字架の印さえ出ておれば、教会だけの祝祭日だろうが何だろうが、とんと見境なしに暗いようようになった。その点では、父祖の習慣に忠実であった次第であるが、女房と口論をする段になると、やれ俗物だの、ドイツ女だのと幕し立てたものである。ところで女房のことが出たからには、彼女についても一言しておかずはなるまいが、 残念ながららそれれはあまりよく知られていないのであるわずかにペトロービッチには女房があってプラトークでなしにチェプチックなんぞかぶってはいるが器量の点ではどう見ても褒められた柄ではなくこの女に出会って口ひげをおごめかしながら一種特別な規制を発して頭巾帽の影から顔を覗き込むのはせいぜい近衛の,の兵隊ぐらいのものだということしか分かっていないのである。 ペトヴィッチの住まいへ通ずる階段をエッチラオッチラ登りながらそれは本当のことを言えばこぼれ水や洗い流しですっかり濡れておりまた例によって例のごとくペテルブルグの家々の裏橋後には必ずつきもののあの目をさすようなアルコール性の臭気の染み込んだ階段であったがその階段をエッチラオッチラと登りながら赤き赤きエッチは 早くもペトロービッチがどのくらいふっかけるだろうかと考えて決してニルーブルより多くは払うまいと腹を決めた扉は開け放しにしてあったというのは主婦が何か魚を調理しながらアブラムシの姿すらそれと見分けることができないほどもうたる煙を台所にみなぎらしていたからである赤き赤きー・アビッチは その主婦にさえ気づかれないで台所を通り抜けてついに部屋に入ったが見ればペトロビッチは目次のままの大きなテーブルの上にまるでトルコの総督よろしくの体であぐらをかいていた両足は仕事をしている時の仕立て屋仲間の習わしでむき出しにしていたそして何より先に目に映ったのはまるで亀の甲羅みたいに厚くて硬い 妙に形の変化した爪のある赤き赤きウェッジには戦国おなじみの親指であったペトロービッチの首には絹と木綿の巻糸がかかっており膝の上には何かのボロがのっていた彼はもう3分間ほど前から針の溝に糸を通そうとしていたがそれがどうもうまくゆかないので 部屋の暗さに腹を立てたりしまいには糸にまで当たり散らして「通りやがらねえなしょう、手を焼かせやがってこの極道目が」と口の中でブツブツ言っているところであった赤き赤きウィッチはよりにもよってこんなペトロビィッチがプリプリしているところへ気合わせたのはまずいと思ったというのは彼はペトロヴィッチが少々聞こしめしている時かまたは彼の女房の言い草ではないが 一つ目小僧がどぶろくに酔いつぶれた時に何かこしらえ物をするのが好きだったからである。そんな場合には大抵ペトロビッチはひどく気前よく進んで根を引いたりこちらの言い分を聞き入れたりそのたんびにお辞儀をしてお礼を言ったりさえするのであった。もっともその後ではいつも女房が泣き込んできてうちの人は酔っ払っていたのであんな安値で引き受けたのだと言って愚痴をこぼすが。 しかし、十カペイカ銀貨の一枚も増してやれば、それでことなく収まるのであった。ところが今は、そのペトロービッチも、どうやらシラふらしい。従って人間が堅くなで、容易には打ち解けず、果たしてどんな法外な値段をふっかけるか知れたものではなかった。それと悟ると、赤き赤きウィッチは、とっさに、いわゆる出直そうと考えたものであるが、時はすでに遅かった。 ペトロービッチはじっと彼の方を見つめながらその一つっきりの目をパチパチさせていたそれで赤カ赤キエビッチも証拠となしに言葉をかけてしまった「やあこんにちはペトロービッチこれはこれは旦那」そう言ってペトロービッチは相手が一体どんな獲物を持ち込んできたのか見極めようとしてじろりと横目で 赤き赤きウィッチの手元を伺った時に私は君のところへそのペトロビッチそのなんだよここで知っておかねばならないのは赤き赤きウィッチは物事を説明するのに大部分前置詞や福詞や果ては全然何の意味もない助詞を持ってしたということであるまた 話がひどく面倒だったりすると一つの文句を終わりまで言い切らないような癖さえあったのでしばしばその実は全くそのといったような言葉で話を切り出しておいてそれっきり何も言わないくせに自分ではもう何もかも話したつもりであとはすっかり忘れてしまうようなことが時々あった。なんでござんすかねペトロビッチはそう言う言と同時に、 その一つきりの目で相手の制服を残るくまなく襟から袖口背中から裾やボタン穴に至るまでしげしげと眺め回したがそれは彼自身の手がけたものだけに1から10まで知り尽くしていたのであるもっともこれは仕立て屋仲間の習わしで人に出会うとまず第一にやる癖でもあったいや実はそのなんだよペトロビッチ街頭だがねラシャは そら他のところはどこもかもまだ全く丈夫で少々ほこりに汚れて古そうには見えるが新しいんでねただほんの一ところ少しその背中とそれにほらこちらの肩のところがちょっぴり擦り切れてそれからこっちの肩のところもちょっとね分わかったろそれっきりのことなんだよ大して手間暇のかかる仕事じゃないペトロビッチはレイの斑点を手に取ると まずそれをテーブルの上に広げて長いことあちらこちら調べていたがちょっと首を振ってからやおら窓のところへ片手を伸ばして丸い鍵たばこ入れを取ったそれにはどこかの将軍の像がついていたが一体どういう将軍なのかそれは皆目わからないというのはその顔にあたる部分が指ですりはげておまけに四角な紙切れが貼り付けてあったからであるさて ペトロービッチは鍵たばこを一鍵やると斑点を両手に広げて明かりに透かしてみてまた首を振ったがそれから裏返しにしてみてもう一度首を振ったそして再び紙切れの貼り付けてある将軍のついた蓋を取ってたばこを一つまみ鼻のところへ持って行ってから蓋を閉じたばこ入れをしまってやがてのことにこういったものである。 いやもう繕いは聞きませんよ。実にひどいお召し物ですって。その言葉を聞くとアカーキー・アカーキエヴィッチの胸はドキンとした。どうしてできないんだねペトロビッチとまるで子供が物をねだる時のような声で言った。だって肩のところが少しすれてるだけのことじゃないか。 何かお前んとこに立ち切れがあるじゃろうが「そりゃあ立ち切れは探せばありますよ布切れは見つかりますがね」とペトロビッチが言ったでも縫い付けることができませんや何しろ字がすっかり参ってますからね針など通そうものならズダズダになっちゃいますよズダズダになったらなったでまたすぐ次を当ててもらうさ。 だって次の当てようがないじゃありませんか第一持たせるところがありませんや何しろ土台が大事ですからねこれじゃあラシャと穴ばかりで風でも吹けばバラバラに飛んじゃいますまあさとにかく一つ縫い付けてみておくれどうしてそんな本当にそのいやダメでがス。とペトロビッチはそっけなく言い切った何ともしようがありませんよ ままるっきりり手のつけようがありませんからね。冬寒い時分になったらいっそこいつで足巻きでもこさえなすったらいいでしょう靴下だけじゃ温まりませんからねこれもあのドイツ人のやつが少しでも余計金儲けをしようと思って考え出しおったことですがねペトロビッチは機会あるごとに好んでドイツ人を槍玉にあげたところで街灯は一つ是非とも慎重なさるんですな。 この身長という言葉に、アカアキアカアキウィッチの目はぼーっと暗くなり、部屋の中のありとあらゆるものが彼の目の前でひどく混乱してしまった。彼はただ、ペトロビッチの鍵タバコ入れの蓋についている顔に髪を貼り付けられた将軍の姿だけがはっきり見えるだけであった。どうして慎長するなんてと、彼はやはりまるで夢でも見ているような心持ちでつぶやいた。 わしにそんな金があるものか。「いや慎重なさるんですな」とペトロビッチは残忍なほど落ち着き払っていった「じゃあどうしても慎重せにあならんとしたら一体どのくらいそのつまりいくらかかるかとおっしゃるんでうんまあ150ルーブルはたっぷりかかりますな」。 こうペトロビッチは言ったがそれと同時に意味ありげに唇を引き締めた彼はひどい掛け根をふっかけることが恐ろしく好きだったこうして不意に相手のどぎもを抜いておいてさておもむろに面食らったお客がそうした言葉のあとでどんな顔をするかと横目でじろじろ眺めるのが好きだった「街灯一着に150ルーブルだって?と」と 哀れな赤き赤きウィッチは思わず叫び声を上げたおそらく彼がこんな頓強な声を立てたのは生まれて初めてのことだったろうというのは彼は常々極めて声の低い男であったからである行為の通りでとペトロビッチが言ったそれも街当によりけりでしてなもし襟に天の毛皮でもつけ 頭巾を絹裏にでもしてごじろすぐにもう200ルーブルにはなってしまいますからな。ペトロビッチ5升だからと赤き赤きウィッチはペトロビッチの言い草や法外な掛けねには耳も貸さずいやかすまいとして嘆願するような声で言った。なんとかしてもうほんの少しの間でも持たせるようにつくろってみておくれよ。いやだめなことですよ。 どうせ骨折り損の銭湯しないってことにしきゃなりませんからとペトロビッチが言ったこんな言葉を聞かされて赤き赤きウエィッチはすっかり意気消沈して表へ出たペトロビッチはお客が立ち去ってからもなおしばらくは意味ありげにきっと唇を結んだまま仕事にもかからず突っ立っていたが自分の器量も下げず 裁縫師としてヘマな真似もしなかったことに満足を覚えていた通りへ出てからも赤明き赤明きウィッチはまるで夢を見ているような気持ちだった「いやとんでもないことになったぞ」と彼は自分で自分に言うのだった「俺は本当にまさかこんなことになろうとは思いもよらなかったわい」 それからややしばらく口をつぐんでいてからこうつけ加えた。いやなるほどなえらいことになってきたぞだが本当に俺はこんなことになろうとは全く思いもかけなかったてそれからまた長いこと沈黙が続いたがその後でこう言った。そんなことになるのかなまさかこんなことになろうとはその夢にも思わなかったてまさかどうも。 こんななことになろうとはこうつぶやいて彼は家の方へ行く代わりに自分では何の疑いも抱かずに全然反対の方角へ歩いていった途中で一人の煙突掃除人がそのすすだらけの脇を突き当てて彼の肩をすっかり真っ黒にしてしまい不審中の家からは石炭がどっと頭の上へ降ってきたが 彼ははそんななことには少しも気がつかなかった。でそれからなおしばらくして一人の巡査が傍らに霊の矛を立てかけたまま角形のタバコ入れからタコだらけの拳の上鍵タバコを振り出しているところへドスンと突き当たった時初めて少しばかり人心地がついたがそれも巡査に「こら何だって人の鼻面へぶつかってくるんだ貴様には通る道がないのかと」と怒鳴りつけられたからである。 それで彼はようやく辺りを見回して我が家の方へと厳すを返したここで初めて彼は自分の考えをまとめにかかり自己の立場のはっきりした真相を認めて今はもうキレキレにではなく理論整然としかもどんな打ち解けたうちわ話でもできる資料分別のある親友とでも話しているようにざっくばらんに自問自答をやり始めたものである いやダメだよ。と赤き赤きウェッジは言った。今、ペトローベッチとかれこれ話した見たところで始まようわい。やっこさん今はそのきっとどうかしてあの女房にぶん殴られでもしたのに違いないて。こりゃやっぱり日曜日の朝にでもやっこさんとこへ出かけた方がよさそうだ。そうすれば前日の土曜の明くる日だから先生目をドロンとして寝ぼけ面をしているだろう。 そこでやっこさん迎え酒がやりたくってやりたくってたまらないのだが女王が金を渡さぬそんな時に俺が十カペ家銀貨の一つもそのつかませようものならそれこそやっこさんずっとおとなしくなるに決まっているそうなれば街灯もそのこんなふうに赤明・赤明ウェッジは胸に問い腹に応えて我と我が心を引き立てて次の日曜日まで辛抱したがちょうどその日になって ペトロビッチの女房がどこかへ出かけるのを遠くから見済ますと彼はまっすぐにペトロビッチのところへ出かけていった土曜日のあくる日のこととて果たしてペトロビッチはひどくドロンとした目つきで首をぐったり下へ垂れてすっかり寝ぼけ面をしていたそのくせよ向きの次第をそれと知るや否やまるで悪魔に小疲れでもしたように「ダメでガスよ」と言った。 一つ新しいのを作らせていただくんですな。赤き赤きエイッチはそこですかさず彼の手へ十カペイカ銀貨を一つつかませた。旦那これはどうもあなた様のご健康のためにちょっくら一杯ケーキをつけさせていただきますわい。えっとペトロビッチは言葉を継いだ。ですがねあの街頭のことはもうかれこれとご心配はご無用になさいませ。 あれははももう何の役にも立ちはしませんからね。手前が一つ新しいのをとびきり立派に仕立てて差し上げましょう。いやそれだけはもう保証受け合いですよ。赤き赤きウェッチはなおも修繕のことをゴでくさ言いかけたがペトロビッチは皆まで聞かずに「いやなあにあなたには是が非でも新しいのを一着作らせていただきますよ。まあ当てにしていてくださいませ。 せいぜいぜ骨を折りますから流行りのようにだってできますよ襟は銀かぶせのピカピカしたホックで止めることにいたしましょうね」と言ったここで赤き赤きウェッチはどうしても街灯を慎重せずには済まされない羽目になったと悟ってすっかり意気消沈してしまっただが実際のところ一体何をあてにどういう金でそれを慎重したものだろう もちろん一部分は近々にもらえる歳末賞与をそれに充てることもできるはずだがしかしその金はもうとっくから前もって使い道の割り当てがついていた新しくズボンも作らねばならず古い長靴の胴に新しい免費を貼らせた時の靴屋への古い借金も払わなければならずおまけにシャツを3枚とそれにまだ こんな交換物の文中ではどうもあからさまに名前を挙げることもはばかられるような下につけるものを二つ下手女にあつらえなければならないつまりそのお金は一文残らず使い果たしてしまわなければならないわけである仮に局長が40ルーブルの賞与の代わりに45ルーブルかないしは50ルーブルも支給してくれるほど情け深い人であったとしても やはり残額は誠に金賞なもので該当台にとってはまさに大会の一滴にも当たらないだろうもっともペトロービッチには出し抜けにとてつもない法外な値段をふっかける気まぐれな癖があるので時には連れそう女房までがたまりかねて「まあお前さん気でも狂ったのかねバカバカしいどうかするとまるでタダみたいな値段で仕事を引き受けるかと思えば」 今度はまた点で正気の沙汰とも思われないようなまるで自分の柄にもない高い値段をふっかけたりしてさと思わず叫び出すようなことさえあるのは彼も知っていたそれにもちろんせいぜい80ルーブルくらいのところでペトロビッチが注文を引き受けるだろうことも承知はしていたがしかしそれにしても一体どこからその80ルーブルという大金を工面したらいいのか せめて半額ぐららいならどうにかなるだろう。半額か、ことによればもう少し余計ぐらいは調達できるかもしれぬしかしあとの半分はどこから工面するのだだが読者はまずその最初の半額が一体どこから手に入るのかそれを知っておく必要があるアカ赤キー・アカキエヴィッチには常々1ルーブル使うごとに ニカピーかどうかを一つずつ鍵がかかって蓋に金を入れるための小さい穴の切り開けてある小型の箱へ放り込んでおく習慣があったそして半年ごとにたまったどうかの額を調べてはそれを細かい銀貨に取り替えておいた彼はそれをかなり前から続けていたのでこうして数年の間にその貯金の高が40ルーブル以上になっていた そんな次第で入り用の半額はすでに手元にあったのである。だが、後の半額はどこから手に入れたものか、どうして後の40ルーブルを調達したものか。アカ赤キー・アカキエビィッチは考えにも考えた末、少なくとも向こう一年間は日常の経費を節約するほかはないと決心した。毎晩お茶を飲むことをやめ、 夜分もろうそくを灯さないことにしてもし何かしなければならないことでもあれば主婦の部屋へ行ってそこのろうそくの明かりで仕事をし街を歩くにも丸石や保石の上はなるだけそっと用心深くつまだって歩くようにして靴底が早くすり減らないように心がけまたなるべく下着も洗濯屋へ出さないようにしてそれらを着汚さないために役所から帰ったら早速脱いで その代わりに随分な古物で時の破壊力そのものにさえも慈悲をかけられているような天にも地にも一枚看板の面交じりの部屋着にくるまって過ごすことにした正直なところこうした切り詰めた生活に慣れるということは彼にとってもさすがに最初のうちはいささか困難であったがやがてそれにもどうやら慣れておいおいうまくいくようになり毎晩の空腹にすら 彼はすっっっかり慣れっ子になったけれどその代わりにやがて新しい街頭ができるという常住不断の思いをその心に抱いていわば精神的に身を養っていたのであるこの時以来彼の生活そのものが何かしら充実してきた感があってまるで結婚でもしたかまたは誰か他の人間が彼と一緒に暮らしてでもいるかして 今はもう独り身ではなく誰か愉快な生活の伴侶が彼と人生の航路を共にすることを同意でもしたかと思われたしかもその人生の伴侶とはふっくらと厚く綿を入れてまだ決して傷れのしていない丈夫な裏をつけた身長の街灯に他ならなかった彼はどことなく前より生き生きしてきて 性格までがあたかも心に一定の目的を抱ける人のように強固になったその顔つきからも振る舞いからもいつとはなしに疑惑の影や優柔不断の色一言にして言えば一切のグラグラした不安定な面影が消え失せたのである時には彼の目の中にもカッと火が燃え立ちその脳裏に恐ろしく大胆不敵な考えがひらめいて本当に天の襟でもつけてやるかな などととすら思うことがあったそうしたことをかれこれと思い巡らしながら彼はほとんど放心状態に陥りさえした一度などは書類の写しをしていながら寸出のことに書き損ないをしようとして「あとほとんど声に出して叫ぶなり急いで十字を切ったものである毎月たった一度ずつではあったが彼は街当のことを「ラシャはどこで買ったらいいか」 色合いはどんなのがよくて寝頃はどの辺りにしたものだろうなどとペトロビッチのところへ相談に出かけたそして幾分不安になりながらもそうしたものが全部買い整えられてやがては街灯の出来上がる時が来るのだと考えていつも満足して家へ帰るのであったところが事は彼が予期したよりはるかに手っ取り早くはかどった 全く思いがけなくも局長はアカーキー・アカーキーウィッチに対する賞与を40ルーブルや45ルーブルどころか実に大枚60ルーブルと指定してくれたのである果たして彼がアカーキー・アカーキーウィッチに該当の必要なことをそれと察してくれたのかそれとも自然にそういうことになったのかそれはともかくこれで彼の懐には 20ルーブルという余分の金が生じたわけであるこうした事情によって問題は意外にその速度を速めたでさらに23ヶ月の間多少の空腹を辛抱すると赤き赤エイチの手元にはまさしく80ルーブル前後の金がまとまったのである日頃は至って落ち着きのある彼の胸もさすがに早金を打ち出した いいよいよ金のできた最初の日に彼はペトロビッチと連れ立って店へ出かけた2人は非常に上等なラシャを買ったそれもそのはずで彼らはもう半年も前からそれについては考えに考えて店へ値段を冷やかしに行かなかった月はほとんどなかったくらいだからであるその代わり当のペトロビッチでさえこれ以上のラシャ字はあるまいと言った裏字にはキャラクを選んだが これまた実質のの良い丈夫なもので、ペトロビッチの言葉によれば絹よりも上等で外見もずっと立派な艶もいい品であった天はなるほど高かったので買わなかったけれどその代わり店中で一番上等の猫の毛皮を遠目にはてっきり天と見まがえそうな猫の毛皮を買ったペトロビッチは街灯を仕立て上げるのに丸二週間もかかったが それは綿をうんと入れたからでそれさえなければずっと早くできたはずである仕立て代としてペトロビッチは12ルーブル取ったそれ以下ではどうしてもできなかったのである何しろ全部が全部絹糸を使って縫い目を細かく二重にして縫ってからペトロビッチは縫い目という縫い目に自分の口でさまざまな歯型を刻みつけながら締め固めたほどであるからそれは いつの幾日であったかしかとは言いかねるがペトロビッチがついに街頭を届けに来た日はおそらくアカ赤キー・アカキエヴィッチの生涯においていやが上にも厳かな日であったに違いないそれを思ってきたのは朝早くちょうど役所へ出かけなければならない出勤間際の時刻であったこれほどあつらい向きな時に街頭が届けられるということは ちょっと他にはあり得ないことだろう。というのは、もうかなり厳しいいてが襲来して、しかもそれがいよいよ華々しくなりそうな脅威を感じさせていたからである。ペトロビッチは、さも一角の裁縫師らしく、街当を抱えてやってきた。彼の顔には、これまで赤明き赤明きウィッチが、ついぞ一度も見たことのない、もったいらしい表情が浮かんでいた。 どうやら彼は自分が仕上げたのはささやかな仕事ではなく、いつもせいぜい裏を変えたり、繕い仕事ぐらいよりしていない仕立て屋と、新しいものを仕立てる裁縫師との節然たる見学をその技量に示したものと十二分に自覚しているらしかった。彼は持ってきたハンカチ包みから街灯を取り出した。そのハンカチは洗濯屋から届いたばかりのものであったから、 彼は手早くそれを折りたたんで本来のように立てるべくポケットの中へしまい込んだものである彼は街灯を取り出すとさも得意げにそれを見合ってから両手で持ち上げて赤き赤きウェッジの肩へ実に器用に投げかけたついでちょっと引っ張って背中を片手で下へなで下ろしておいてから胸を少しはだけたキザな格好に赤き赤きウェッジの身をくるんだので 赤き赤きウェッチは年配の人間らしくきちんと袖を通そうとしたそこでペトロビッチが手伝って袖を通させたが通してみると袖の具合も良かったこれを要するに外套は申し分なくぴったりと体に合ったのであるペトロビッチはそれをしように自分は看板もかけずに狭い裏通りに住んでおり そのアカ上キきアカーキーウェッジとは古い馴染みであればこそこんなに安く引き受けたのであるがこれがもしネフスキー通りあたりだったら仕立てたいだけでも75ルーブルは踏んだくられるところだと吹聴することを忘れなかったアカ赤キーアカーキーウェッジはそのことでかれこれペトロビッチと議論をする気にはならなかった。それに ペトロビッチが広げたがる大風呂敷にはいささかヘキヘキしていたからでもある。彼は感情を済ますとちょっと礼を言ってから早速新しい街灯を着込んで役所へ出かけた。ペトロビッチもその後から外へ出ると往来に立ち止まってじっといつまでも遠くから街灯を眺めていたがそれから今度はわざわざ横へ逸れて曲がりくねった路地を通って先回りをしてまた本通りへ出ると もう一度反対側からつまり真正面から自分の仕立てた街灯を眺めたものである一方赤空き赤空き栄一はゾクゾクするような気分で浮き立ちながら歩いていた彼はつかの間も自分の肩に新しい街灯のかかっていることが忘れられず何度も何度も込み上げる内心の満足からニヤリニヤリと笑いを漏らしさえした 確かにいいところが二つあった。一つは温かいことで、今一つは着心地のいいことである。彼は通ってきた道筋などには全く気もつかず、いつの間にかもう役所へ着いていた。守衛室で街灯を脱ぐと、それを丹念に調べてから、よくよく注意をしてくれるようにと守衛に頼んだ。どうして知れたものか、 赤明朗ウィッチが身長の街灯を着て出勤したこと例の「反転はもうどこにも見当たらないことがたちまち役所中に知れ渡ってしまった一同は即刻赤明赤明ウィッチの新しい街灯を見に集英室を指してドッと押しかけたそして祝辞を述べたりお世辞を言ったりし始めたのでこちらは初めのうちこそニヤニヤ笑っていたがしまいには決まりが悪くさえなった みんなが彼を取り巻いて新しい街灯のために祝杯をあげなければなるまいとか少なくとも一席彼らのために夜会を催す必要があるとか言い出した時には赤き赤きウェッジはすっかりまごついてしまって一体どうしたらいいのやら何と返答したものやらどう言い逃れたものやらさっぱり見当がつかなかった数分の後には彼はもうすっかり赤くなって これは決して慎重の街灯でも何でもなくただのフル街灯なのだとあくまでも無邪気に一同を説き伏せにかかったそうこうするうちに役人の一人で副課長を務めているほどの人物ではあるが多分俺は決して傲慢な人間ではないそれどころか目下の者とさえ交際しているのだということを示すためであろうかこんなことを言い出したまあいいさそれじゃあ僕が一つ 赤明赤恵一に代わって夜会を催すことにするからどうか今晩お茶を飲みにやってきてくださいちょうどおあつらえ向きに今日は僕の名付け日でもあるしするから言うまでもなく役人たちは即座に課長補佐に祝辞を述べて大喜びでその申し出を受け入れた赤明赤恵一は辞退しようとしたが一同は それはかえって無作法だの、いや全く恥だの、不面目だのと言い出したので、もうどうにも断るに断りきれなくなってしまった。とはいえ、おかげで晩にも新しい街灯を着て出られるのだと思うと、今度はまたいい気持ちにもなってきた。この日一日というものは、まるでアカ赤キー・アカキエヴィッチにとっては、最も盛大なお祭りのようであった。 こよなく幸福な気分で家へ帰ると彼は街灯を脱いでもう一度惚れ惚れとラシャや裏地に見とれてから丁寧にそれを壁にかけたが今度はそれと比べてみるつもりでもうすっかりボロボロになっている以前の斑点をわざわざ引っ張り出したそれを一目眺めて彼は思わず吹き出してしまったなんという似ても似つかぬ相違だろう それからもずっと長いこと食事をしたためながらも例の斑点の惨めな現在の身の上を心に思い浮かべては絶えずクスクス笑っていた気持ちよく食事を終わったが食後ももはやどんな書類にも一切筆を取らずそのまま暗くなるまでしばらく寝台の上にゴロゴロしていたそれからさっさと着替えをして街灯を引っ掛けると表へ出た ところで九段の招待主の役人が一体どこに住んでいたかは残念ながらしかと申し上げることができない。記憶力がひどく鈍り、ペテルブルグにある一切の者の、町という町、家という家がすっかり頭の中で混乱してしまっているので、その中から何な,なり筋道を立てて引き出すということが甚ははだ難しいのである。それはともかく少なくともその役人が、 市中でも目抜きの場所に住んでおり、従って赤き・赤きエッジのところからはかなりの道のりがあったということだけは確実である。はじめのうち赤き・赤空きエッチは薄暗い街灯のついたなんとなく寂しい街を通らなければならなかったが、都の役人の住まいへ近づくにつれて街路は次第に活気を帯びて賑やかになり、照明も明るく通行人の数も一層増えて、 なりの美しい夫人の姿も目につけばラッコの襟をつけた新試練にも出くわしたメッキ釘を打った格子組のソリりを引いたみすぼらしい辻町漁者はだんだん影を潜めてそれとは反対に火のビロードの帽子をかぶり熊の皮の膝掛けをかけて漆塗りのソりを漁したいなせな高級漁者がひっきりなく往来し 御車台を飾り立てた箱ば車が雪に車輪をきしらせながら通りを疾走していたこうした全てのものを赤き赤きウェッジは何か珍しいものでも見るように眺め合った彼はもう何年も夜の街へ出たことがなかったからである彼は物珍しげにある店の明るい飾り窓の前に立ち止まって一枚の絵を眺めた それは今しも一人の美しい女が靴を脱いで、いかにも綺麗な片方の足をすっかりむき出しにしており、その背後の隣室の扉から、頬ひげを生やして、口の下にちょっぴりと美しい三角ひげを蓄えた男が顔を覗けているところが書いてあった。赤き赤きウィッチは首を一つ振ってニヤリとすると、また目指す方へと歩き出した。 一体なぜ彼はにやりとしたのだろう。まだ一度も見たことはなくても何人もがあらかじめそれについてある種の感覚を備えているところの物件に開口したためだろうかそれとも他の多くの役人たちと同じように「いやさすがはフランス人だ全く意地言もない何か一つ思いついたが最後それはもう実にどうも」とでも考えてのことだろうか。いや、 あるいはそんなことも考えなかったのかもしれない。何しろ他人の腹の中へ入り込んで考えていることを残らず探り出すなどということはできない相談である。さて、赤き赤きウィッチはついに課長補佐が住まいを構えているうちへとたどり着いた。課長補佐はなかなか豪奢な暮らしをしていた。住まいは2階で階段には赤赤と明かりがついていた。 控室へ入るとその床にごたごたと並んだオーバーシューズの列が赤き赤きウェッジの目に映ったそれに混じって部屋の中央にはサモワールがシューシュー言いながら盛んに湯気を吹き出していた壁にはいろんな街灯やマントがずらりとかかっていたがその中にはラッコの襟のついたのやビロードの折り返しのついたのも混じっていた 壁の向こうでざわめく音や話し声が聞こえていたが扉が開いて重木が盆に空のコップやクリーム入れやラスクのカゴを載せて出てきたときにはそれが急にはっきりと聞こえだした明らかに役人たちはもうとっくに集まっていてまず最初のお茶を一杯ずつ飲み干したところらしい赤空き赤空きウェッジが自分で街灯をかけてその部屋へ入ると 彼の目の前にはろうそくのお明かりと役人連とパイプとカルタのテーブルが一時にパッとひらめき四方八方から起こる矢継ぎ早の話し声や椅子を動かす音が雑然と彼の耳たぶを打ってきた彼はどうしたらいいかに思い惑いながらひどくぎこちなく部屋の真ん中に立ちすくんでしまったところが早くもその姿を認めた一同は わっと歓声を上げて彼を迎えると早速控室へ駆け出してまともや多滅すが滅彼の街灯の品定めをした赤明赤明エビッチはいささか照れはしたものの根が正直な人間だけにみんなが自分の街灯を褒めちぎるのを眺めてはどうしても喜ばずにはいられなかったしかし当然のことではあるが一同の者は間もなく彼も街灯も売っちゃっておいて 例のごとくビストのために定められたテーブルへ戻ってしまったすべてこれらのもの騒音や話し声や人々の群れが赤き赤きエウィッチには何となく期待なものに思われた彼は一体どうしたらいいのか自分の手足や五体のすべてをどこへ置いたらいいのかさっぱり見当がつかなかった それでもとうとうしまいに、勝負をしている人々の傍らへ腰を下ろすと、カルタを眺めたり、あちこちの人の顔を覗き込んだりしていたが、しばらくするとあくびが出て退屈を感じ始めた。それに、いつもならもうとっくに床に着く時刻なので、なおさらのことであった。彼は主人にいとまを告げて帰ろうと思ったが、みんなは是が非でも身長祝いにシャンパンの杯をあげなければならないからと言って、 一家話そうとはしなかった1時間ばかりして野菜サラダと子牛の霊肉とパイと菓子屋から取った肉まんじゅうとそれにシャンパンなどで夜食が出た赤き赤きエウィッチはシャンパンを無理やり2杯飲まされたすると部屋の中がずっと陽気になったような気がし始めたけれど それでももう十二時にはなっているし、とっくに家へ帰らねばならぬ時刻だということは、どうしても忘れることができなかった。そこで彼は、とやかく主人から引き止められないようにと、こっそり部屋を抜け出して、控室で街灯を探したが、それは痛ましくも床の上へ落ちていた。よく振って、埃をすっかり払い落とすと、それを肩に引っ掛けて、彼は階段を降りて表へ出た。 街はそれでもまだ明るかった界隈の奉公人やいろんな連中の普段の集会所になっているそこいら辺りの小売りの店はまだ開いていたもう閉めている店もあったが扉の隙間から長いほかげが漏れているのはまだ彼らの集いが引けていないことおそらくそれらの召使いは彼らの居所がわからなくて自分らの主人たちがすっかり当惑しているのをよそに まだいつもの無駄口や世間話にケリーをつけようとしている最中だということを物語っていた赤き赤きウィッチははなはだ上機嫌で歩いていたがふと一人の夫人がどうしたわけかまるで稲妻のように傍らを通り抜けながら死体の各部で奇妙な素振りを見せていく後を追っかけようとしたほどであったしかし彼はとっさに立ち止まると どうしてこんなに足早になったのかと我ながら怪しみながら再び前の通り極めて静かに歩き出した間もなく彼の目の前には昼まですらあまりにぎやかではなくいわんや夜はなおさら寂しい通りが現れたそれが今はひとしおひっそりかんと静まり返り街灯もまれにちらほらついてるだけで どううやららもう油がつきかかっているらしい。るし木造の家や垣根が続くだけでどこにも人っこ一人見かけるではなく街路にはただ雪が光っているだけでよろいどを閉めて寝静まった軒の低い老屋がしょんぼりと黒ずんで見えていたやがて彼は向こう側にある家がやっと見えるまるでものすごい荒野みたいに思われる広場で町通りが中断されている場所へと近づいた。 どこかとんと見当もつかないほど遠くの方にまるで世界の果てにでも立っているように思われる交番の明かりがちらちらしていたここまで来ると赤き赤きウェッジの朗らかさもなんだかひどく影が薄くなった彼はその心に何か不吉なことでも予感するもののように我にもない一種の恐怖を覚えながらその広場へ足を踏み入れた後ろを振り返ったり 左右を見回したりしたが辺りはまるで海のようだったいややはり見ない方がいいそう考えると彼は目をつぶって歩いていったやがてもうそろそろ広場の橋へ来たのではないかと思って目を上げた途端に突然彼の面前ほとんど鼻の先に何者かひげを生やした手合いがニュッと立ちはだかっているのを見た しかしそれが果たして何者やら、彼にはそれを見分けるだけの余裕もなかった。彼の目の中はぼーっとなって、胸が早金のように打ち始めた。よい、この街灯はこちとらのもんだぞ。と、そのうちの一人が彼の襟髪をひつかみざま、いかちのような声で怒鳴った。赤き赤きウィッチは思わず助けてと悲鳴を上げようとしたが、その時早くもう一人の男が、 声を立てて見やがれとばかりに役人の頭ほどもある大きな拳を彼の口元へ突きつけた赤き赤きエウィッチは街灯を剥ぎ取られ膝頭で尻を蹴られたように感じただけで雪の上へ仰向けに転倒するとそれきり近くを失ってしまったしばらくして意識を取り戻して立ち上がった時にはもう誰もいなかった 彼はその広っぱの寒いこと街灯のなくなっていることを感じてわめき始めたが到底その声が広場の端まで届くはずはなかった絶望のあまり彼はひっきりなしにわめきたてながら広場を横切ってまっしぐらに交番をめがけて駆け出した交番の傍らには一人の巡査が例の矛に持たれて佇たずんでいたが 大声でわめきながら遠くからこちらへ走ってくるのは一体どこのドイツだろうとどうやら好奇心を動かされたらしくじっと目を凝らした赤き赤きウィッチは巡査のところへ駆けつけると息切れで声もしどろもどろに君は居眠りなどして注意を怠っているから人が追いはぎにかかっても知らないでいるんだと怒鳴り出した巡査は一向何も気がつかなかったが なるほど広場の真ん中で2人の男があなたを呼び止めたのは知っているけれど多分あれはお友達だろうと思ったと答えてここでいたずらにグズグズ言うよりは明日警部のところへ訴えて出れば街灯を奪った犯人を捜査してくれると言った赤き赤きウィッチは全く取り乱した姿で家へ駆け戻った。米紙と後頭部に ほんのわずかばかり残っていた髪の毛はすっかりもつれて脇や胸やそれにズボンが全体に雪だらけになっていた宿の主婦である老婆はけたたましく扉をたたく音を聞きつけると急いで床から羽をきて片方だけ靴を突っかけたままそれでもたしなみから肌着の胸を押さえながら扉を開けに駆け寄ったしかし扉を開けて 赤き赤きウィッチのその風景を見ると思わずたじたじと後ずさりをした彼が一部始終を話すと老婆はポンと手を打って「それならまっすぐに本所へ行かなければダメだめだ駐在所などではいい加減なことを言って口約束だけはしてもらちが開かないやはり一番いいのは直に所長のところへ行くことだ所長なら元うちの炊事符をしていた アンナというフィンランド女が今あそこの乳母に雇われているので自分も知り合いでありまたよくこの家のそばを通るのも見かけもするし日曜には必ず教会へお祈りに行ってその際みんなの顔を楽しそうに眺めているだからどう見ても気立ての優しい人に違いないというのだったこんな意見を聞いてアカーキー・アカーキエウィッチは正然として自分の部屋へ引き取ったが そこで彼がどのようにして一夜を過ごしたかは少しでも他人の境遇を自分の身に引き比べて考えることのできる人にはたやすく想像のつくことである明くる朝早く彼は所長のところへ出かけていったしかしまだ眠っているという話だったので改めて10時に行ったがまたもやお休みですと言われた11時にまた行ってみると 今度は所長は留守ですとの話そこでまた昼飯時に行くと玄関にいた書記たちが一家な闘争ともしないでどんな用があるのか何の必要があってきたのか一体何事が失態したのかとうるさくそれを問いただそうとしたそこでさすがの赤明赤明エッチもついに一世一代の気概を見せる心になって自分は直々所長に面会する必要があってきたのだ 君たちには自分を通さない権利などはあり得ない。自分は紅葉を帯びて役所から来たのだから、もし自分が君らを訴えたなら、その時こそ吠え面を書か,かねばならぬぞと断固として言い放った。それには初期連も一言も返す言葉もなく、そのうちの一人が所長を呼びに行った。所長は、街頭大八木の話を何かひどく変な風に解釈した。 彼は事件の要点には一向注意を向けないで赤き赤きウェッジに向かって一体どうしてそんなに遅く帰ったのかどこかいかがわしい家へでも寄っていたのではないかなどと問いただし始めたそこで赤き赤きウェッジはすっかり面食らってしまい街頭の一件が適当な措置を取られるものやらどうやらさっぱりわからないままでそこを出てしまったこの日一日 彼はとうとう役所へ出勤しなかったこんなことは一生に一度きりのことであったあくる日彼は真っ青な顔をして今は一層みすぼらしく見える九段の斑点を着て出勤した街灯を強奪された話は中にはこんな場合にすら赤き赤きウエッジを嘲笑せずにはいられない役人もあるにはあったがしかし多くの者の心を動かした で早速彼のために義援金を集めることに話が決まったがいざ集めてみるとそれは極めて少額であったというのは役人連中はそれでなくてさえやれ局長の肖像のための寄付だとかやれ何とかいう本を著者の友人である課長の肝入りで買わされるとかでかなり多額の出費をしていたからであるそんなわけで集まった虚金は 実にささたるものに過ぎなかったそこである一人の男がつくづくと同情の念に動かされてせめていい助言でもして赤き赤きウェッチを助けてやりたいものと思い駐在所へなど行くことじゃないんば上官に褒められたさはいっぱいで駐在所が何とかしてその街頭を探し出したところでそれがこちらのものに違いないという法律的な証拠を提出しない限り 該当はやはり警察に留め置きということになるからだそこで何よりいい方法はある有力な人物に頼ることだその有力な人物ならあちこち適当な方面と連絡を取ってこの訴えが常守備に取り運ばれるように尽力してくれることができるからと言った何とも仕方がないので赤き赤きウェッジはその有力な人物のところへ出かける決心をした ところで、その有力な人物の職場が何で、どんな役目についていたか、その辺のことは今日まで分かっていない。ただ、この有力な人物も、つい最近に有力者になったばかりで、それまでは一向無力な人間に過ぎなかったということを知っておく必要がある。といったところで、彼の現在の地位にしても、さらに重要な地位と比較すれば、 大して有力ななものとは言えなかったのであるしかしいつの世にも人の目から見れば一向重要でも何でもない地位を自分ではさも体操らしく思い込んでいる連中があるものであるそこで彼はさまざまな手段を漏して自分の偉さを強調しようと努めていた例えば自分が徒長する際には家領に階段まで出迎えさせることにしたり 誰にも自分の前へ直に出頭するようなことは許さず恐ろしく厳格な順序を踏んでまず14党官は12党官に報告し12党官は9党官なりまたは他の適当な役人に取り次ぐという具合にして最後にやっと要件が彼のところへ到達するようにしていたのであるこれはもう聖なるロシアにおいてはあらゆるものが模倣に感染している少佐で。 猫も借子も自分の長官の猿真似をしているのであるこんな噂まである何でもある給湯官はとある小さな局長に任命されると早速自分だけの部屋を仕切ってそれを官房と名付け扉口には赤襟にモール付きの服を着せた案内係を置いて来訪者のあるごとにいちいち取っ手を取って扉を開けさせたものであるしかもその官房たるや ありきたりの書き物机が一脚どうやら無理やりに置けるくらいのものであったとのことであるさて九段の有力者の態度や習慣はなかなかどっしりして威風堂々たるものであったがしかしいささか小うるさいところがあった彼の主義方式の根底は主として幻覚という点にあった幻覚幻覚また幻覚と 彼はいつも口癖のように言っていたがその最後の言葉を結ぶ時には決まって相手の顔をひどく意味慎重に眺めやるのであった。とはいえこれは何ら言われのあるところではなかった。なぜならこの事務局の全機構を形成している住人ばかりの管理はそれでなくてさえいい加減おぞけをふるっていたからである。 彼らは遠くからでも彼の姿を見かけると直ちに事務の手をやめ直立不動の姿勢で長官が部屋を通り去るのを待ったものである彼が家領を相手に取り交わす日常の会話もいかにも厳格な調子でほとんど次の三四句に限られていた言語道断ではないか一体誰と話しているのか分かっとるのか君の前にいるのを誰だと思うそうは言っても 根は善良な人間で同僚ともよく人にも親切であったただ直任間という地位がすっかり彼を混乱させてしまったのである直任間の位を授かると彼は妙に間ごついてひどく脱線してしまい全く自分をどうしたらいいのかさっぱり見当がつかなかったのである たまたま同輩の者と一緒の時はまだしも決して申し分のないなかなかしっかりした人柄であらゆる点において助才のない人間でさえあったが一旦自分より一級でも下の連中の仲間へ入ったが最後彼はまるで手も足も出なくなってしんねりむっつりと黙り込んでしまうその様子が彼自身でもこれとは比べ物にならないほど愉快に時を過ごすことができそうなものと感じているだけに なおさら怜敏の情をそそるのであった。時には彼の目にも何か面白そうな集いや談笑の仲間入りがしたくてたまらないという激しい欲望のほの見えることもあったが、これもそれではあまりにこちらから身を引うすることになりはせぬか、慣れ慣れしすぎはすまいか、こんなことをしては自分の誇権に関わりはせぬかなどといった気遇に阻まれてしまう。そうししたた取り越し苦労のために つい尻込みをして彼は相も変わらずいつも沈黙を守り続けただ時たま何か極めて短い言葉を挟むくらいに過ぎなかったそのために彼は退屈極まる人間という称号を勝ち得たのであった我が赤き赤きウェッジのやっていったのは実にこうした有力者のもとであったしかもそのやっていった時たるや 相手の有力者にとっては好都合な時であったが彼自身にとっては最も具合の悪い不守備極まる時であった折しも九段の有力者は自分の書斎でつい最近に上京したばかりの古い友人でありかつ幼なじみであってここ数年来互いに相見なかった男とすこぶる愉快に話し込んでいたちょうどそういうところへ バシマチキンなる人が来訪したと取り継がれたのである。彼は吐き出すように、どんな男だと尋ねた。どこかの役人です。との答えである。ああ、待たせておけ。今は忙しいんだから。と有力者は言った。ここで断っておかなければならないことは、この有力者がまるで根も葉もない嘘をついたということである。 なあに、彼は忙しくも何ともなかったのである。彼はもうとっくにその友人と何もかも語り尽くして、さっきから時々話を途切らしてはかなり長く黙り込み、ただその合間合間に軽くお互いの膝を叩きながら、というわけか、イアン・アブラーモビッチ。そういうわけさ、ステパン・ワルラーモビッチ。などと繰り返しているに過ぎなかった。しかしそれにもかかわらず、 彼が役人を待たせておくように命じたのは、もうずっと前に関東を退いて田舎の家に引っ込んでいた友人に、自分のところでは役人がどんなに長く玄関で待たされるかを見せびらかそうがためであった。とうとう話の種もつき、その上、いい加減飽きるほど黙り込んで、折りたたみ式のもたれのついた、至極具合のいい安楽椅子に深々と腰掛けたまま、悠々と葉巻を一本食いらしてから、 やっと今急に思い出したような顔をしてちょうど報告のための書類を持って戸口に立っていた秘書にこう言ったものである「ううんそうそう誰か役人が来て待っていたはずだね入ってもよろしい」と言ってくれたまえ彼は赤き赤きウェッジのつつましやかな様子と古ぼけた制服に目を留めるといきなり彼の方へ向き直って「何のようだね」とぶっきらぼうな強い誤調で言った。 その五長は彼が直任官に任命されて現在の地位を得る一週間も前から一人きり自室に閉じこもって鏡の前であらかじめ練習しておいたものであった赤き赤きウェッジはもういい加減におじけづいてどぎまぎしていたが回らぬ下を精一杯働かせていつもよりかえって頻繁に例のそのという女子を連発しながら街灯は全然新しいものであったのに それが今は実に非道なやり方で強奪されてしまったこと。それで今日お邪魔したのはご圧旋を願って何とかしてその警視総監なり誰なりしかるべき筋と打ち合わせて該当を探し出していただきたいがためであると説明した。どうしたものか直任官にはそうした態度があまりに慣れ慣れしすぎるように思われた。なんだね君は。と彼は吐き出すように言った。 物の順序というものをご存じないのかね君は一体どこへやってきたんだ手続きというものを知らないのかねこういう場合には、まず第一、事務課へ願書を提出すべきじゃ。するとそれが主事の手元へ行き、課長のところへ移されて、それから秘書官に回されるっちゅうと、初めてそれが秘書官の手を経て本官のもとへ提出されるのが順序なのじゃ。ですけれど、閣下。と、 赤き赤きウェッチはなけなしの勇気を振り絞ると同時に恐ろしく汗だくになったと自ら感じながら口を切った。閣下私が立ってご迷惑なお願いをいたしまするのは実は秘書官などと申しまする者はその全く当てにならない連中でございますからで。何何んだとと有力者はせき込んで。 君は一体どこからそんな精神を仕入れてきたのだどこからそのような思想を持ってきたのだ長官や情長に対して若い者の間には何たる不埒な考えが広がっとることか有力者はどうやらアカ赤キアカキウェッジがすでに50の坂を越しており 従って彼を若いということができるとすればそれは70にもなる老人と対照した場合に限るということに気が付かなかったらしい「君はそんなことを一体誰に向かって言ってるつもりなんだ君の前にいるのがそもそも誰だか分かってるのか分かってるのか分かってるのか,か,るのかさあどうだ」ここで彼は赤明き赤明きウェッジならずともギョッとしたに違いないようないたけだから声を張り上げながら「 どしんと一つ足を踏み鳴らした赤き赤きウェッジはそのまま気が遠くなりよろよろとして全身をわなわな震わせ始めるともうどうしても立っていることができなくなってしまったでもしもそこへ主演が駆けつけて身を支えてくれなかったら彼は床の上へばったり倒れてしまうところであった彼はまるで死んだようになって運び出された ところが、良き以上の効果に気をよくした有力者は、自分の一言で一人の人間の感覚をさえ麻痺させることができるという考えにすっかり有頂天になり、友人がこれをどんな目で見ているだろうかと、ちらとそちらを横目で眺めたが、その友人が全くあぜんたる顔つきをして、その上、おじけづきかかってさえいる様子を見て取ると、まんざらでもない気持ちになったものである。 どうして階段を降りたものやら、どうして町へ出たのやら、赤き赤きウェッジにはそんなことは少しも覚えがなかった。彼は自分の手足の近くさえ感じなかった。生涯に一度としてこんなにひどく長官から、それも多少の長官から叱責されたことはなかった。彼は町の上に吹きすさぶ吹雪の中を、 口をポカンと開けたまま歩道を踏み外し踏み外し歩いていったペテルブルグの習わしで風は四方八方から小道という小道から彼をめがけて吹きつけたたちまち彼は返答線を犯されて家へたどり着くなり一言も口を聞くどころか全身にすっかりむくみがきてそのままどっと寝込んでしまった当然の叱責が 時にはこれほど強い効果を表すのである翌日になるとひどい熱が出たペテルブルグの気候の過飾なき援助によって病生が予想外に早く更新したため医者は来たけれど脈を取ってみただけでいかんとも手の施しようがなくただ医術の恩恵にも抑制しめずして患者を見殺しにしたといわれないだけの申し訳に 彼はの処分を書いたた。だけであったしかもその場で一中や半もすれば間違いなく駄目だと宣告してさて宿の主婦の方を向いてところでおばさんあんたは時間を無駄にすることはないから早速この人のために松の木の棺をあつらえときなさいこの人には菓子の棺では血と高すぎるからね赤き赤きウェッジは こうした自分にとって致命的な言葉を耳にしただろうかもし耳にしたとしてもそれが彼に激動を与えたかどうか己の薄明な生涯を嘆き悲しんだかどうかそれは全く不明であるなぜなら彼はずっと高熱に浮かされて無限の境を奉公していたからである自分はペドロビッチに会って泥棒を捕まえる罠のついた街灯を注文しているらしい その泥棒どもがしょっちゅう寝台の下に隠れているような気がするので、彼はひっきりなしに主婦を呼んでは、布団の下にまで泥棒が一人いるから引きずり出してくれとせがんだりする。そうかと思うと、ちゃんと身長の街灯があるのになんだって古い斑点なんか目の前に吊るしておくんだと尋ねたり、そうかと思うと、自分が直任官の前に立って当然の叱責を受けているものと思い込み、悪うございました閣下などと言ったりするが。 果てはこの上もなく恐ろしい言葉遣いで聞くに堪えないような毒舌を振るったりするのでついぞこれまで彼の口からそんな言葉を聞いたことのない主婦の老婆は天津さえそうした言葉が閣下という敬語のすぐ後に続いて発せられるのに驚いて十字を切ったほどであったそれから先は全くたわいもないことを口走るのみで何のことやらさっぱりわからなかったが そうした死理滅裂な言葉や思想が愛も変わらず例の街灯を中心にぐるぐると回っていたということだけは確かであるついに哀れな赤き赤きエッチは息を引き取った彼の部屋にも所持品にも封印はされなかったそれというのも第一には相続人がなかったし第二に遺産といってもほとんど取るに足らなかったからである すなわち、羽ペンが一束に、まだ白紙のままの紅葉紙が一畳、半靴下が三足、ズボンからちぎれたボタンが二つ三つ、それに読者諸君が宣告ご承知の反転。それだけであった。こうした品が残らず何人の手に渡ったかは知る由もない。いや、正直なところ、 この物語の作者にはそんなことは一向興味がないのである。アカーキー・アカーキー・ウィッチの意外は運び出されて埋葬された。かくしてそんな人間は初めから生存しなかったもののように、アカーキー・アカーキー・ウィッチの存在はベテルブルグから消失したのである。誰からも庇護を受けず、誰からも尊重されず、誰にも興味を持たれずして、 あのありふれた一匹のハエをさえ見逃さずにピンで留めて顕微鏡下で点検する自然科学者の注意をすら引かなかった人間。事務役人的な調書にも甘んじて耐え忍び何一つこれという自責も残さずして墓穴へ去りはしたけれどたとえ生くる日の最後の際であったにもせよそれでもとにかく街灯という形で現れて その哀れな生活をつかの間ながら活気づけてくれた輝かしい客に巡り合ったと思うとたちまちにして現世にあらゆる強者の頭上にも同じように襲いかかるあの耐え難い不幸に押しひしがれた人間はついに消えうせてしまったのであるその死後数日たって彼の宿へ役所から即刻出頭すべしという局長の命令を持った守衛が使わされた。 しかし守衛は虚しく立ち返って彼がもはや徒長し得ないことを報告して「なぜ?」という質問に対しては「なぜ?」って「亡くなってしまったんですよ」「先おととい弔いも済みましたそうで」と答えるほかはなかったこんな具合にして赤カ赤キ・ウィッチの死は局内に知れ渡りもうその翌日からは彼の席に新しい役人が座っていたが。 それは背もはるかに高かったしその筆跡もあんなにまっすぐな書体ではなくずっと傾斜して歪んでいたところがこれだけで赤明「赤アー赤アキウェッチ」についての物語が全部終わりを告げたわけではなくまるで生前に誰からも顧みられなかった償いとしてでもあるようにその死後なお数日の間 仏上騒然たる存在を続けるように運命づけられていようなどと誰が予想し得ただろうしかもたまたまそんなことになってこの貧弱な物語が思いもかけぬ幻想的な結末を告げることになったのである突然かりんきん橋のほとりやそのずっと手前の辺りまで夜な夜な管理の風亭をした幽霊が現れて 盗まれた街灯を探しているという噂がペテルブルグ中に広がり盗まれた街灯だといっては官位や身分のけじめなくあらゆる人々の方から街灯という街灯をそれが猫の毛皮のついたのであろうがラッコのついたのであろうが綿入れのであろうがアライグマやキツネやクマなどの毛皮街灯であろうが要するに およそ人がその身を覆うために考えついた毛皮や滑皮なら何でも剥ぎ取ってしまうという噂であった某局の管理の一人は目の当たりその幽霊の姿を見て立ちどころにそれが赤き赤きウィッチであることを看破したしかしそのためにかえって非常な恐怖に襲われて後をも見ずにシャニムに駆け出してしまったそれゆえ死人の顔をはっきり見届けるわけにはいかずただ 死人が遠くから指でこちらを脅かしているのを見ただけであったかくてあらゆる方面から9等間あたりならまだしも7等間の肩や背中までがしばしば街灯を剥ぎ取られるのですっかり官房の脅威にさらされているという終訴の声がのべつに聞こえてきた警察ではどんなことがあっても生きたものであろうが死んだものであろうがその幽霊を逮捕して他えの見せしめに 最も手厳しい方法で処罰しようという手配がついていてそれがもう少しで成功するところであったというのは他でもないボークの一巡査が桐生資金障子でかつてフリとート吹きであったある退職音楽師の空車の街灯を剥ぎ取ろうという犯行の現場でまさに九段の幽霊の襟髪を完全に取って抑えようとしたのであるその襟髪をつかみざま彼は大声でわめいて2人の同僚を呼び その二人に幽霊を抑えていてくれと頼んで、自分はほんのちょっとの間、長靴の中を探って、革の鍵タバコ入れを取り出すと、これまでに六度も凍傷にかかったことのある自分の鼻に、一時正気をつけようとしたのであるが、おそらくその鍵タバコが死人にさえ我慢のならぬ代物だったのであろう。巡査が指で右の鼻の穴を塞ぎ、 左の鼻の穴で半つかみほどの鍵タバコを吸い込もうとするやいなや突然幽霊がくしゃみをしたため3人の巡査はいずれも目つぶしを食わされてしまったそこで彼らが拳で目をこすっている隙に幽霊は影も形もなく消えうせていたで果たして幽霊が彼らの手中にあったのやらどうやらそれさえとんとわからなくなってしまった それ以来巡査たちは幽霊に対する恐怖のあまり生きた犯人を捕らえることをさえ危ぶんでただ遠くから「おいこらさっさと行け」などと怒鳴るくらいが関の山であったから役人の幽霊はかりん金橋の向こう側へさえ姿を現すようになってあらゆる臆病な人々に多大な恐怖を抱かせたものである。それはさて 我々はこの徹頭徹尾真実な物語が幻想的傾向を取るに至った事実上の原因といっても差し支えない普段の有力者のことを全く闘閑に付していた。第一に公平という義務関連の要求によって述べなければならないのは哀れな赤き赤き位チがめちゃくちゃに叱り飛ばされてすごすご立ち去ってから間もなく例の有力者は 何かしら開墾に似た感じを抱いたということとである彼とても決して血も涙もない人間ではなかったともすれば官位がそれを漂白することを妨げがちであったとはいえ彼の凶悪にも多くの前身が潜んでいたのである遠来の友が彼の書斎を出ていくや否や彼は赤き赤きエッのことをじっと考え込んだほどであった そしてその時以来ほとんど毎日のように職責上の叱責にすら耐えなかったあの赤き赤きエビチの青ざめた顔が彼の眼前に浮かんだあまりにもその管理のことが気になってならないので1週間ほど後彼は思い切ってあの男はどうしたろうどんな様子だろうまた実際何とか彼を援助してやれないものだろうかとそれを知るために下役を出向かせたほどである がやがてアカ赤キー・アカーキーエウィッチが熱病で急性したという報告がもたらされると彼は愕然として驚き両親の呵責を感じて終日往々として楽しまなかったほどである彼は少しでも心を紛らして不快な印象を免れたいものと考えてある友人のうちの夜会へ出かけていったがそこには相当の人数が集まっておりなお幸いなことに それがいずれもほとんど自分と同等の身分のものばかりであったので彼は少しも堅苦しい思いをする必要がなかったそのことが彼の精神状態に驚くべき作用を与えた彼は打ちくつろぎ気持ちよく談笑してニコニコと愛想も良かった一言にして言えば一席を非常に愉快に過ごしたのである 晩餐の席ではシャンパンを2杯傾けたがこれは周知の通り上機嫌になるにはもってこいの薬であるこのシャンパンが彼にいろんなとっぴな気分を湧き立たせたそこで彼はまだ家はまっすぐに帰らないでかねてなじみの夫人のところへ立ち寄ろうと腹を決めたのであるそれはどうやらドイツ生まれらしいカロリーナ・イバーノブナという女で 彼がことのほか年頃な上位を寄せている相手であった断っておかねばならないがこの有力者はもう決して若い方ではなく良き夫であり尊敬すべき一家の父でもあった2人の息子のうち1人は既に役所勤めをしていたし幾分反り気味ではあったがなかなか美しい花を持った16になる愛くるしい娘もあって 彼らは毎朝ボンジュールパパと言いながら彼の手を接吻しに来た。夫人はまだみずみずしくて、キリオも決して悪くない方であったが、まず自分の手を与えて夫に接吻させ、そのまま裏返して今度は夫の手に接吻するのだった。しかしこの有力者は、こうした幸福な家庭生活にすっかり満足していながらも、 年頃な関係の女友達を一人ぐらい都の他の一角に囲っておくのは妥当なことだと考えたその女友達は彼の細君に比べてそれほど美しくもなければ若くもなかったがこれは世間にはざらにあることでこんな問題をうんぬんすることは我らの預かり知るところではないで九段の有力者は階段を降りてそりに乗るとカロリーナ岩信のところへ とに命じてておいて自分は実にふっくらと温かい街灯にくるまるとロシア人にとって到底これ以上のことは考え出されないくらい愉快な状態つまり自分では何一つ考えようともしないのに一つは一つより楽しい思いが一人で入館できてこちらからそれを追っかけたり探し求めたりする面倒はさらさらないといった状態に身を任せたのであるすっかり満足しきった彼は 今過ごしてきたばかりの夜会のあらゆる愉快な場面や少人数の惑いをどっとばかりに笑わせたいろんな言葉をそこはかとなく思い出したそしてそれらの言葉の多くを声に出して繰り返してみたりさえしたがそれがやはり宣告の通りいかにもおかしく思われたので彼が自分でも腹の底から吹き出してしまったのも決して不思議ではなかったとはいえその境地も 時折どこからどういう死災があってとも知れずに、出し抜けにどっと吹き送る突風のために妨げられた。風は彼の顔へまともに吹きつけて、雪の塊を叩きつけたり、街灯の襟を穂のように吹き払わせるかと思うと、たちまち超自然的な力で、それを首の周りへ巻き上げたりしたため、彼は絶えずそれを防ぐために、悪せくしなければならなかった。突然有力者は、 誰かにムンズとばかり襟髪をつかまれたように感じた。思わず振り返ってみると、そこにいるのはボロボロの古ぼけた制服を身につけた背の低い男で、それが赤き赤きウッチであることを認めて彼はギョッとした。役人の顔は雪のように青ざめて、完全に死人の層を表していた。しかし有力者の恐怖がその極点に達したのは、 死人が口を歪めて、すざまじくも墓場の匂いを彼のお顔へ吹きかけながら、次のような言葉を発した時である。ああ、とうとう今度は貴様だな。いよいよ貴様の、この襟首を押さえたぞ。俺には貴様の街灯がいるんだ。貴様は俺の街灯の世話をするどころか、帰って叱り飛ばしやがって。さあ今度こそ自分のをこっちへよこせ。哀れな有力者は、 ほとんど生きたた心地もなかった彼が役所で総じて家寮の前でどんなに毅然としていてそのおおしい姿や風采に接する者が等しくまあ何という立派な人柄だろうと簡単していたにもせよ今ここではざらにある見かけだけはいかにも勇壮らしい人々のように非常な恐怖を覚えて 自分は何かの病気の発作にでも襲われたのではないかとまんざら根拠のなくもない器具の念をすら抱いたほどであった。彼は慌てて街灯を脱ぎ捨てざままるで自分の声と思われないような声を振り絞って魚者にこう叫んだ。全速力でうちへやれ魚者は一般にいよいよ切羽詰まった時に限って発せられるようなその上何か言葉以上にはるかな現実的な調子さえ帯びている声を耳にすると。 万一の用心に首を肩の間へすっこめてムチを一振りすると同時に矢のようにそりを飛ばせた6分間余りで有力者は早くも自分の家の玄関先へついていた顔は青ざめ戦々恐々たるありさまで街灯もなしにカロリーナ・イバーノブナの元ならぬ我が家へと立ち返った彼はどうにかこうにか自分の部屋へたどり着くと そのまま一夜を極度の動乱のうちに送ったため翌朝お茶の時に娘がいきなり「パパ今日はお顔が真っ青よ」と言ったくらいであるしかしパパは押し黙ったまま誰にも自分がどんな目に遭ったともどこにいたともまたどこへ行こうとしたとも一言も語らなかったこの出来事は彼に強い感銘を与えた彼は家領に対しても例の「 言語道断ではないか君の前にいるのが誰だか分かっとるのかという決まり文句を以前ほどは浴びせなくなったもし浴びせたにしてもそれはまず事の顛末を一応聴取してからであったところがそれ以上に顕著な事実はそれ以来ふっつりとかの役人の幽霊が姿を現さなくなったことである それでも多くのマメで苦労症な連中は一家な心を落ち着けようとしないでまだ都のどこか遠くの方角で管理の幽霊が出るなどと噂していたそれに事実コロームナのある巡査は紛れもない自分の目で一軒の家の陰から亡霊の現れるところを目撃したのであるしかしその巡査は生まれつき虚弱な方で ある時などどこかの民家から飛び出してきた何でもない一頭のよく太った子豚に突き倒されて辺りに居合わせた辻馬車たちの交渉を買いそのやゆをとがめてその連中から2カペーカーずつのタバコ線をせしめたほどであったそれくらい虚弱な男だったから彼は強いて幽霊を引き止めようともしないでそのまま暗がりの中を尾行していったが とうとうしまいに幽霊が突然くるりと後ろを振り向いて立ち止まりながら「何ぞ用か?」と質問するなり生きた人間には見られないような大きな拳を突きつけたので巡査はいや別にと言ったきり方法の手で後ろへ引っ返してしまったしかしこの時の亡霊ははるかに背が高くて素晴らしく大きな口ひげを立てていたそしてどうやらオブーホス橋の方へ足を向けたようであったが それなり夜の闇の中へ姿をかき消してしまった。